ヒゲじいさんです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は息の旅の3回目、ホラホゲ地蔵サキョウバナなどをお送りします。こちらが福尾石浜になります。清い石の浜です。福尾石浜と振り仮名が打ってます。こちらが福吉浜ビーチになります。浜にも行きましたが、本当に綺麗なビーチです。芦部漁港福吉海岸になってます。海水浴場ですが、本当に綺麗な砂浜の海岸です。風が強くなってきまして、しかも晴れか雨なのか天気がよくわからないような感じです。時間があったらまた来てドローンを飛ばしたいような、そんな海岸です。本当に砂浜が綺麗な海岸です。小太子さん、両殿下光景記念碑があります。この景色を眺めたのでしょうか。こちらが原ほげ地蔵になります。古代からの架け橋とあってますが、こちらがそのお地蔵さんです。お腹に穴が開いているということなんですが、これのことなんでしょうか。こう貫通しているのかなと思うと、あ、これですね、穴。別にこう、なんていうんですか、穴が通ってるわけじゃなくて穴が開いているという意味みたいです。原ほげ地蔵さんでした。サキョウバナに向かってます。道は狭いですが、もうすぐ到着します。こちらがサキョウバナの先端になります。海の透明度はかなりいいです。サキョウバナ龍神さんです。そして龍神さんの前にサキョウバナの景色が広がっています。たまたま運よく雲の合間から光が差して良かったです。サキョウバナ向かって右側ですが、このような断崖と、あちらこちらに見えるでしょうか、島影が見えます。
そしてこちらが左京花、左側の景色になります。こういう芝生の非常に景色のいい、こういうところもすごいです。